皆さん、こんにちは。2022年8月に突如公式 X、旧 Twitter をはじめ、1980年代当時のファンだけでなく、最近は若い人の間でも話題になっている中森明菜さん、2017年のディナーショーを最後に体調不良のため芸能活動を中止していましたが、2023年12月24日 X にいつも応援してくださるファンの皆様へクリスマスプレゼントとは言えないかもしれませんが、レコーディングの様子をお届けしますね。皆様にとって素敵なクリスマスとなりますようにと投稿し、動画内での笑顔が反響を呼ぶ中で、なんと右手の薬指に指輪をはめていたことが注目を集めました。過去に中森明菜さんはマネージャーと同居している噂もあり、もしかしたら結婚間近なのではと言われています。今回はそんな中森明菜さんの恋愛事情や年収、なんと旧統一教会に熱心に勧誘されていたという話まで調査してみましたので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。12月26日歌手の中森明菜さんの肉声インタビューが2024年1月2日放送の中森明菜女神の熱唱新たな歌声&独占メッセージで公開されることが発表されました。中森明菜さんがメディア出演するのはなんと9年ぶり。久しぶりの中森明菜さんの肉声にパーソナリティでありファンでもあるミッツ・マングローブさんと柿花忠さんは大興奮。番組は合計4時間10分のオンエアで、そのうち中森明菜さんはトータルで5分ほどの声の出演となりました。久しぶりにファンやメディアへの出演で、中森明菜さんも初めは緊張していましたが、後半はスムーズなトークでいつもの自然体に。その中で作曲家林哲司氏のトリビュートアルバム「サウダージ」に参加した際の胸中を明かすといいます。2017年のディナーショーを最後にしばらく活動を休止していた中森明菜さん、2022年8月にゆっくりになってしまうと思いますが、歩き出していきたいと思いますと再始動への思いを綴り、その宣言から1年以上が経ち、ようやく本格的な活動再開の兆しが見えてきました。中森明菜さんは2022年8月まで個人事務所ファイスに所属していましたが、再始動宣言とともに新たな個人事務所ヘルツビレッジを立ち上げ、移籍したことを報告しています。ファイスの代表で中森明菜さんのマネージャーを務めていた A 氏は恋人とも言われていた人物でした。2022年には中森明菜さんはデビュー40周年を迎えることもあり、歌手活動をしたいと考えていたそうです。しかし A さんが協力的な姿勢ではなかったことから、中森明菜さんは新たに個人事務所を立ち上げることに。この移籍を機に2人の間では破局説やトラブルも報じられるようになったようです。このマネージャーとは4歳年下の方のようで、2013年には同棲していると報じられていました。名前は門村隆さんと言われています。2023年現在も同棲している可能性が高いそうで、明菜さんの2002年のツアー明菜中森ミジカフェスタツアー2002のエグゼクティブプロデューサーとして名前の記載があるので、20年近い付き合いになるようです。中森明菜さんももう60歳近いですし、同棲中の彼氏と言われているマネージャーさんと結婚の可能性もあるかもしれませんね。門村隆さんの知人によると、2人は恋人関係にあります。彼はもともと大手芸能事務所でマネージャーをしていたんですが、10年ほど前に明菜さんと出会い、彼女のために独立してマネージャーとなり、公私ともに支える存在になったそうですとのことです。今回復活にあたり、門村隆さんの支えがとても大切になりそうですが、仕事面に関しては食い違いが起きているようで、新たな道を模索しているようです。音楽関係者によると、もともと明菜さんは2017年末にディナーショーを開いて以来、5年以上も活動休止状態にあり、芸能界と距離を置いてきました。かつて所属していたレコード会社からも、もう明菜とは関係ない
と突き放され、頼れる人や後ろ盾もないそうです。そこで全事務所の役員で窮地の中でもある B 氏を頼るしかないという状況となってしまったよう。今回の復帰に関しても一筋縄ではいかない事情が交錯していそうですね。また中森明菜さんは体調面にかなり困難を抱えており、明菜さんは2010年に帯状疱疹を患ってから思うように体調が回復しませんでした。さらに病気のため精神的な不調にも見舞われ、人前で歌うどころか会う人すら選ぶ状況だったそうで、自宅からほとんど出ない生活が続いていたそうです。しかしその間も歌への情熱を絶やすことはなく、いつか自分が歌うためにとの思いで歌詞をノートに書き溜めているといいます。20代の頃、作詞家の先生のもとで本格的に学んだこともある明菜さんは、2000年以降はミラン、ミランというペンネームで作詞を担当することも、常に諦めないという意思があるのです。そんな中森明菜さん、年収はどのくらいなのか気になりますよね。かなりヤバいという声もあります。そんな中森明菜さんの収入源は一体何なのでしょうか。1、印税。歌手に入ってくる歌唱印税ですが、 1% 程度であまり多くはないと言われています。またレコード会社との契約が切れてしまうと印税は入らなくなるようです。中森明菜さんが一番活躍していた頃のワーナーパイオニアとの契約は1998年に切れています。中森明菜さんの2020年の CD の売り上げは1万枚と言われています。印税での収入は推定で30万円と言われています。音楽配信サービスで中森明菜さんの歌を聴くことができますが、印税が入るのはレコード会社です。以前の所属先のレコード会社から印税が入るならもっと多くの印税が入っているでしょうね。2、ディナーショーの売り上げ。中森明菜さんはディナーショーを2016年と2017年に開催しています。2016年には5000万円以上、2017年には1億円以上の利益を出したと言われています。ディナーショーだけでも相当な収入があったことがわかりますよね。3、ファンクラブの会費。中森明菜さんはファンクラブをされています。以前のファンクラブ会員番号が5万台という方もいました。ファンクラブは運営元が何度か変わっているようです。継続して入会している方が仮に5000人だとしても、年会費7700円で、7700円 ×5000 人イコール3850万円となります。経費などを引いても十分な収入になりそうですね。会員特典はウェブ開放発行年4回を予定、ファンクラブ限定のコンテンツ閲覧、写真、音声、動画など、ファンクラブ限定の情報発信、ファンクラブ限定のイベントチケット購入券、ファンクラブ限定のグッズ購入券などのようです。4、パチンコ台の契約料&ロイヤリティ。中森明菜さんは2010年からパチンコ台のタイアップキャラクターとして契約されています。2021年には新しいパチンコ台中森明菜歌姫伝説ザベストレジェンドもリリースされました。中森明菜さんの契約金は未公表となっていますが、数千万円単位だと予想されています。噂では3000万円とも言われています。明菜さんは略ファンクラブ会費や楽曲の印税、昨年にリリースしたパチンコ台の契約金などもあり、生活に困ることはないと聞いています。中森明菜さんは年収が1億超えという声があります。これだけの収入源があったら確かに十分に生活できていきますよね。現在では潤沢な資金でお金に困ることはなさそうな中森明菜さんですが、1990年代にはまさに苦難の連続となりました。様々な人間関係がうごめき、気がつけばスキャンダルまみれ、人間不信に陥っても不思議ではなかったそうです。1989年7月11日には東京六本木5丁目にある近藤雅彦さんの自宅マンションで自死未遂騒動を起こしたこともありましたね。2人は歌番組での共演をきっかけに
交際をスタートさせ、やがて中森明菜さんが麻布十番のマンションを出て近藤さんの部屋で半同棲生活を始めたといいます。しかし幸せな日々は長くは続かず、順調な仕事とは裏腹に、プライベートでは家族との確執や事務所からの独立問題、そして近藤と松田聖子とのニューヨーク密会騒動等々、多くのトラブルやスキャンダルに見舞われ、中森明菜さんは孤独に苛まれたようです。そんな中、母親の千恵子さんとも金銭問題が原因となり、音信不通に、かなり精神的に不安定になったでしょうね。しかし1994年頃に中森明菜さんから母千恵子さんに連絡するようになり、関係は修復されたと話していたそうです。そしてやっと親子の関係を取り戻した。約1年後の1995年6月10日、中森明菜さんの母千恵子さんはお亡くなりになられました。音楽関係者によると金銭問題が要因とされていますが、明菜にとって千恵子さんは特別な存在でした。そもそも歌手を目指すきっかけが、千恵子さんの期待に応えたい、褒めて欲しかったと言っていたほどですから、家族にも家を建てるなど周囲からは家族思いで知られていました。お金の問題で脇の甘い部分はありましたが、明菜なりのこだわりもあったようです。ただ周囲の誰かが意図的に明菜にあることないことを吹き込んだような部分もあったような気がします。もっとも千恵子さんはよく新青山ビルの東館青山1丁目にあったワーナーに顔を見せてました。いつも長いパイプでタバコを吸っていたのが印象的でしたね。明菜の様子を聞きたかったのでしょう。ステージママではなく、なんとなく雑談をしていく感じで普通の母親でした。家族のことなので真意は分かりませんが、結局は自殺未遂が様々なことを大きく変えてしまったようにも思いますけどね、と語っており、離れていてもお互いを思っていたのを感じられます。このことが中森明菜さんの心にさらに影を落とすことになります。そしてその隙をついてきたのが旧統一教会だったようです。女性週刊誌によると、合同結婚式で話題を呼んだ旧統一教会、現世界平和統一家庭連合から熱心に勧誘されていたという話でした。一説にはスタイリストから入信を勧められていたとも言われていました。スタイリストはアーティストに近いところにいて、日常的にも接触が多かったですからね。当時の明菜さんを知る芸能関係者によると、もともと明菜は宗教に否定的ではなかったとし、むしろ何かにすがりたいタイプだったと言います。そもそも芸能人と宗教の関係は密接で、最も芸能人に限らず、例えば失恋や挫折などを繰り返し耐えられない孤独感を経験すると、宗教にすがろうとするところがあるかもしれません。中森明菜さんと旧統一教会との関係は1993年から1994年ほどまで遡ります。実は水面下で噂が広まっていたのです。芸能界の宗教事情に詳しいフリーライターがこのように振り返りました。統一教会は歌手で女優の桜田淳子さんや新体操の元五輪選手だった山崎ひろ子さんら有名芸能人が入信したことが話題となり、特に合同結婚式1992年8月への参加は世間を驚かせました。当時明菜さんはニューヨークに滞在していたと思いますが、そこで明菜さんの暴露本を執筆した女性社長からそのスタイリストを紹介されたそうです。女性社長がどういった意図で明菜に紹介したのかは分かりませんが、旧統一教会に限らずビッグネームの芸能人は広告塔としての価値が高いそうです。それにしてもなぜ千恵子さんの死後になって旧統一教会の問題が再燃したのでしょうか。ある芸能関係者が言いました。明菜には悩みが山積していましたから、そうでなくともトラブルで新曲やアルバムも遅れがちでした。そんな中、長い間疎遠だった千恵子さんと仲直りしたのに、わずか1年後には帰らぬ人となってしまった。そんな明菜に手を差し伸べたのかもしれませんね。そもそも明菜は本質的には純真ですから、人を好きになったら
その人を信用し、とにかく一直線に突っ走ってしまう。そんなアキナの心を利用しようとしても、何ら不思議なことではありません。とはいえ、一方で、前室のフリーランスライターは、千恵子さんの亡くなった95年は、8月にソウルのオリンピックスタジアムで、3年ぶりの合同結婚式が行われました。ただ当時、オウム真理教の問題もあって、脱会者が急増したようなので、あるいは、それを盛り上げるために、アキナの名前が挙がったのかもしれません、と話しました。噂になった背景については、一説には、教祖の長男、個人がミュージシャンで、アキナと親交があったことが、噂を拡大させる要因になったのでは、とも。ただ、中森明菜さんの入信の信憑性については、少なくとも旧統一教会の教義では、酒やタバコは禁止ですからね。さすがに、明菜が耐えられるとは思いませんけどね。と語っています。ちなみに、宗教について、中森明菜さん自身は、お布施に異論を唱えることがあったとも言われます。旧統一教会に限らないと思いますが、宗教でお布施の話になると、明菜は嫌な顔をしていたそうです。どうして幸せになることにお布施が必要なの?と、常に懐疑的に思っていたようですね。ともあり、かなり高い確率で勧誘はされたものの、旧統一教会の原則もあり、すげなく断ったかもしれませんね。しかし、旧統一教会を断った後も、中森明菜さんの私生活はかなり孤独と一緒にあり、なんと戸籍を抜いて約28年間ほど家族と絶縁しているそうです。もともと中森明菜さんが戸籍を抜けたいと言ったのは母親が他界する少し前でした。父の明夫さんは、そんなこと戸籍を抜くできるわけがないと反対したものの、中森明菜さん側から一方的に戸籍を抜かれ、絶縁という流れになってしまったようです。父親は女性自身のインタビューにて、明菜の所属事務所の人間が2人来て、明菜が中森家の戸籍を抜けたいと言っていると突然言ってきたんです。もちろん私はそんなことはできないって突っぱねました。だって明菜本人から一度もそんなことは聞いていなかったですからね。その後、明菜本人か事務所の人間かどちらが市役所に行ったのかは分かりませんが、あの子は勝手に家族の戸籍から自分だけ籍を抜いてしまったんですと答えています。なぜ中森明菜さんは家族と絶縁をしたのでしょうか。その裏側には、母親が生前に中森家の墓には入りたくないと遺言を残していたことだとも言われています。しかし、前述したように中森明菜さんが戸籍を抜きたいと言ってきたのは母親がまだ生きていた頃です。当時、末期がんに悩まされていた母親、千恵子さんは、慣れ親しんだ我が家には帰れず、入院生活を送っていました。娘、中森明菜さんと親交が深かった早見優さんは、何度も見舞いに訪れたものの、中森明菜さん本人は最後まで、姿を現さなかったと報じられています。末期がんに苦しんだ母親の千恵子さんは、その後しばらくしてついに他界。父親明夫さんによると、中森明菜さんは母親のお通夜には姿を現したそうですが、すぐに帰ってしまったそうです。本来なら仲良しだった母親との間に何があったかは不明ですが、中森明菜さんとの関係が悪化したのは母親の生前だったことは間違いないでしょう。そして中森明菜さんにはアイドルで女優だった明穂さんという妹がいました。しかし、2019年5月27日に肝硬変により、52歳の若さでこの世を去りました。姉、中森明菜さんとは、明穂さんがデビューしてしばらくは仲が良かった様子。芸能界に入った理由も姉の姿を見てきたからで、姉の背中に追いつきたいという願望がありました。それが途中から絶縁状態に陥り、中森明穂さんの葬儀でさえも中森明菜さんは訪れなかったと言われています。また、絶縁状態に陥った理由は、中森明菜さんの反対を押し切って明穂さんがセミヌード写真を出したからという情報が出回っていました。
真実は定かではないものの、妹明穂さんが亡くなったのはそれから30年以上も後、明穂さんとの確執というより中森家自体ともっと深刻なトラブルがあり、それが明穂さんの葬儀に出席しなかったことにつながったとしても不思議ではありません。実は中森明菜さんと家族との断絶理由は他にもあります。それが親兄弟による事務所へのたかり疑惑。中森明菜さんの実家は以前東京都清瀬市で小さな精肉店を営んでいました。兄弟姉妹の多い大家族なので暮らし向きは決して楽ではなかったと中森明菜さんも話しています。中森明菜さんがデビューしたのはわずか16歳の頃、そこから一躍大スターになり多額の収入を得ることに。大出世を果たした中森明菜さんは親兄弟たちのビルを購入したり、お店の開業資金を提供していたと報じられています。そのうち働かなくなってしまった親兄弟たちは事務所にお金をたかるようになったという噂も。実際健音の野崎会長や花見明社長は家族との関係を重視したそうなのです。しかも中森明菜さん自身もデビュー当初はお金の管理を家族に委ねていたことも考慮すると、たかり疑惑が事実だとしても不思議ではありません。中森明菜さんは徐々に家族への不信感を強めていきました。まだこの親兄弟のたかり疑惑、話には続きがあります。ここで再登場するのが明菜さんの父親明夫さん。娘の明菜にお金をせびったことは一度もない、たかり疑惑は事実無根だと後のインタビューで主張していたのです。結局のところ中森家側と中森明菜さん側の主張は食い違うまま現在に至るようですね。いかがでしたでしょうか。今回は中森明菜さんの復帰やその裏側、過去の家族との絶縁騒動やそれに伴う旧統一教会との関係、年収まで紹介しました。最近では若者の間でもその名曲は聞かれることが多く、ファンに愛される中森明菜さんの復帰が楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。